鈴木は24日、ワゴン R、など8車種計21万876台、2007年2月から同年7月製造、のリコールを国土交通省に届け出た。フロントサスペンションのフレームの製造が不適切で、一部部品が腐食して破損し、走行不能になる恐れがある。問い合わせは0120-4020-253。